亀ちゃん、うん、サスパーキング破壊の総仕上げと行こうか。ね、サスパーキング破壊の総仕上げと行こうか。やっば。どうもポンシラです。今回は冒頭でもあったように、このログインするだけでもらえるガチャチケットで、なんとスパーキングのビルスをゲットしたということで使っていきます。パーティーはビルスに全開ヤビを乗せた髪の毛パーティーですね。それではやっていきましょう。さあ来ましたね。お相手さんは未来パーティーにゴクベジ4をピン刺ししてるんですが、名前がとんでもない。これはビルスの色は全然刺さってないですが、頑張っていきましょう。さあよろしくお願いします。初手特殊ないか、中距離で射撃撃って OK、 なんか入った。さあカバチェン向こうのゴジブル君で殴っていきますが、え、火力高っ。手札破棄されちゃいましたね。うわっ、なになになに、何をしてるんだ。跳ねましょう。いやそうだよな、射撃から撃ってくる。何してんだ俺、回避ないのに跳ねてた。友人ムーブ借りたかったんですが、そこ通常なのか。射撃ちょうだい。回避見て射撃撃って単発で抑えて、さあバーに回復しますよ。回避回避しておいて OK。 回避回避刺さっていく。ここはカマちゃん出てきてくれ。いやカマちゃん出てこないけど、これは石腕お相手さん回ってないんで、え、それ落ちるね。さあ究極まで行っちゃいましょう。バドスケイも乗ってます。いやただ HP が320万あったんでちょっときついかな。うわそうだよね、強え。カマロゼ追加タックいって、タクラコーナーいい、跳ねてタクル。打撃アンガリか射撃に必殺をかぶせたいんですが、お願いします。痛い。タックル回避いって、そのまま打撃いって、うわ速圧マジ。うわどうしようこれ。まあバドスにキャラチェンしましょうか。オッケーオッケー、これで手札破棄を入れていって、ライジングを打ってくると、オッケーオッケー、全然いいよ。ここは速射いってもいいんですが、キャラチェンメインがちょっと怖いんで、ヒット確認にしましょうか。オッケー、なんか押せてなかった。よっさ、なんか入った。よっしゃよっしゃ、いいぞ。ここは欲張ります。欲張ってメイン切ってオッケー。なんでこんなにさアーツがうんちなの。さあカバチェン向こうもありますし、ドロソクも2段階ですね。これはいいよ。もう1枚引ける、いいよ、めちゃめちゃいいよ。これもう1枚引けるよね。いいね、この手札1枚でめちゃめちゃ粘ってます。さあ特徴切ってオッケー。これは必殺確定ですね。さあ踏ん張り貫通でしっかり部長としていく。もう1回びっくり。見えないか。うーんとライジングをかぶせたいんですが、射撃ちょうだいお願いします。痛い、アーツちょうだい。オッケー、でかすぎ。オッケー、ゴクベジ4も落としていって、ビルス優秀すぎ。ここはアーツ持ってきます。お相手さん、お相手さんじゃない、ビルスは相手のキャラを落とすとアーツを持ってくるんで、よしカマノゼを落とせると。いやこれは大活躍でしょビルス。今みたいにね、ライジング終わりでもアーツを持ってこれるのがめちゃめちゃ優秀ですよね。対戦ありがとうございました。さあ来ましたね。お相手さんは未来パーティーですね。これはトツもすごくてめちゃめちゃいかついパーティーなんですが、頑張っていきましょう。さあよろしくお願いします。特殊ないか、危ない、ゲームが始めようか。ずらしてる。いや速圧かよ。いや今な、避けてね、必殺ぶち込みたかったんですが、まあしょうがない。お相手さんがタックチェンジかキャラチェンしてきたら、こっちもキャラチェンしましょうか。なるほど、速圧をしてくるお方、カバチェン外しもしてくるお方。いやこれ78止まらんぞ。ドロスクもありますし、なんか何をしてんだ。さあなぜか最速が取れていって、オッケー、どんどんつなげていきましょう。ちょ気力なくなった、強すぎ。オッケーオッケー、連れていって、気力ない、強すぎマジで。何このザマスとかいうキャラ、メイン切っちゃおう。これ何、射撃なら総裁したい。いや受けよこれ、待機回されたくないんで。いた、邪魔をするな。何をしてるんだ、避けさせてライジングを打とうとしたのかな。待って、ミスった、もう最悪ガチで。いやもうマジでやらかした。まあでもこっから勝ちますよ僕は。回避見て射撃打って、ユージムーブで OK。 さあここはビルスちゃんが落ちたことによって、ゴジブル君の怒りの力で落とせるんじゃないの。頑張れ、よいしょ、 OK、 マジで神射撃。オッケー、かぶせていって、打撃は振ってほしいな。いや記録なくなった、いやもうかぶせるしかないわ、最悪だ。いやこれめちゃめちゃきついですね。ここは欲張ってここでキャラチェンして、お相手さんの手札を破棄していきましょう。いやこれで多分ライジングを打つしかないと思うんだよな。オッケーオッケー、でかい。さあクイックアタックから
射撃いってライジングでもいいよ。ライジング打ってコナンいい単発で押さえて、さあメイン切りましょうか。お相手さんは特殊あるかな、跳ねてる、開発開発 OK、 開発してる OKOKOK、 あるある、マジである。さあ打撃から打って、ここでゴジブル君にカラチェンして殴っていきましょう。 OK、 お相手さんはザマスを捨ててくるのかな、捨ててコナンいい、これさ必殺必殺引けないか、まあ惜しいな、うん、タックチェンジしてくるよな、跳ねて単発でゆっくり押さえて、回避見て射撃打って、なるほどな、ただ手札破棄ができますよ。一発受けてからここら辺でバタスにチェンジしましょう。さて手札破棄したんで止まるはず、いや死ぬこれ、耐えろ耐えろ耐えろ、よいしょ、オッケー、いきますよ、オッケー、食い方強みで突っ込んであるよ。さあ打撃からこれ必殺をな、ゴジブル君でかぶせたいんで、食い方から射撃いって単発で押さえて、いやタクチェンジしてくるか、通常押してくる、キャラチェン回避で最速が取れる、オッケーオッケーオッケー、さあ頑張れゴジブル君、いいよ、結構火力高い。さあ必殺もぶち込んで落とせ、いや惜しい、食い方からいって単発で押さえて、オッケー、単発止め特殊、よしマジである。さあ打撃で落とせるか、よし落としていく。さあキャラチェン回避で最速を取りたいです。速回避を見れてずらすけど、お相手さんは場にもないし踏ん張りもありませんよ。マジか、タックル回避いって2連うーんと突っ込んでくる、マジか、射撃撃っちゃって OK、 危ねえ、マジで危なかった、射撃で落としていくと。この試合はめちゃめちゃ序盤にビルス落とされちゃったんですが、まあ、ビルス君の落ちバフでね、ゴジブル君とバドスのやる気がめちゃめちゃ上がってくれましたね。うん、そういうことにしておきましょう。対戦ありがとうございました。さあ来ましたね、お相手さんは髪の毛パーティーですね。これもビルスちゃんの色全然刺さってなくてちょっときつそうなんですが、頑張っていきましょう。さあよろしくお願いします。お、特殊あるね、入れ込み打撃とかしてきてくんないかな。射撃は総裁していって単発で抑えて、タックル打ってくんないかな、タックル、いや射撃か、単発で抑えて、さあここでタックルを打ってくれない、まあ離れましょうか、単発止め、どうしようかな、キャラチェン回避して面切っちゃおう、回避を見します、いや特殊でいいや、オッケー、回避音聞こえたんでカバチェン無効なんで殴っていきましょう。いいよカバチェン無効ですよ、オッケーオッケー、いいよどんどん殴っていって強い、マジで強い、特殊、いや気力回復、気力減少強すぎザマス、射撃なら総裁しましょうか、終わらせてやる、それキャラチェン回避間に合うよ、単発止め、特殊決めたかった、ここは特殊来そうなんで単発でタックル打ってくんの、マジマジで言ってんのこれ、まあゴジブル君にも全然タックルを打ってくる方ってことが分かったんで、まあいいとしましょう、ライジングも透かしてますしね、マジ無限だわ。さて札破棄していって、これでもう繋がらないでしょ、オッケーオッケー、メイン切ってくるかな、いやなんか射撃がなくなった、ソカツ行っちゃって、何それ天才プレイヤーだ、やる、いやこれ必殺はバドスじゃ耐えないかな、頑張って強かマロで、いやいった、全体ダメ、僕も混ぜてよ、やばいやばいガチでやばい、お前で好き放題やられてる、好き放題や、好き放題や、マジで好き放題や、速回票見れて、オッケー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 、さあこっから大逆転していきますよ、ラグすぎ、何これ、ええラグマジ、これやばいでしょ普通に、甘く見るな、欲張ります、そりゃ、よいしょ、ここからが、ちょっと開発お願いお願い、開発、オッケー、マジである、まだあるぞ、頑張れ落とせ、いや落とさないんかい、食い方くれ、落としていく、踏ん張り貫通ですよ、さあ射撃ちょうだい、いや、そっか一緒に、オッケー、なんか入った、ある、マジである、さあ射撃撃って、これ必殺多分痛いよ、いくぞ、オッケー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 、キャラチェン回避で最速が取れる、速回避を見れて、いやこれどうしよう、もうライジングかぶせるしかないな、これは暴発、オッケーでかい、さあ暴発してる、これ気力回復間に合う、オッケー、なんかコストが軽くなっていって、オッケー、いやもう出してくるんかい、ただ必殺なら必殺打ってこない、え単発止め特殊、単発止めライジング決めたい、ちょっとラグいラグいガチラグい、かぶせましょう、俺がやります。オッケー、ある。乗るね。ああ、
さあビルスはお相手さんのキャラを落とした時にアーズを持ってくるんでアーズ即で行っちゃってオッケー大活躍。この試合はバドスにカマロゼの必殺を打たれた時は全体ダメが痛すぎて負けたと思ったんですがなんとか勝てましたね。僕のビルス3突なんですが火力はマジで十分すぎるくらい出てましたね。対戦ありがとうございました。ということで今回はビルスを入れた髪の毛パーティーで暴れていきました。全開ヤビを乗せてバドス系をしてるってのもあったんですが火力はめちゃめちゃ出てましたね。今回僕がビルスをゲットしたこのガチャはログインするだけで最大300連引くことができるのでぜひ皆さんも毎日欠かさずログインしてガチャを引いてみてください。それでは今回はこのくらいで終わります。では